こんにちは、ゆういずみです。今日はカラコンは怖いですよという話をします。で、カラコンが怖いってどういうことかと言いますと、コンタクト自体はもちろん怖いものなんです。人体に対しまして、大変良くないものなんです。あの、角膜を傷つけていくものですよね。ですので、失明してしまうよということを私、眼科の先生にも言われたことがありまして、一日の中で、 と、コンタクトをどうしても使わなきゃいけない方の場合ですよ。あの、一日の中で、えっと、10時間以上はつけないようにしてくださいとか、そういったことを眼科の先生に言われたりしていました。 で、そういったこともありまして、私は仕事の時っていうのはメガネで仕事をするようにしていて、こういう動画の撮影の時とか、あとは外出する時、旅行の時とか、そういった時だけ、えっ、ー、と、コンタクトを使うようにしているんです。なので、コンタクトの減りが遅くて、で、ワンデのものを使ってるんですけど、なので、そういったことをまず心がけています。で、そういうことをお話ししたいわけではなくて、見た目の問題です。見た目のお話をしようかなと思います。 で私が今つけてるのはこれカラコンなんですけど、ちょっとこうサークルが大きめのものなんです。なので黒目がちの目に見えてるんじゃないかなと思うんですけど、これよりももっとサークルが大きいものっていっぱいありまして、でそうしますと、そのカラコンの中でこんなこう大きな3センチぐらいあるんじゃないの <laughs> と思うような、そういうカラコンをされてる方も中にはいらっしゃいます。あの、すごい怖くて違和感があると言いますか、人間に見えないんです。 で、目っていうのは、もともとこう、あの、なんて言うんでしょうね。えっ、ー、と、白い部分と黒い部分がこうあると思うんですね。こういう感じで。<laughs> こういう感じでって言ったらあれですけど。で、それがですね、こう、黒い部分だけになってるんですね。本当に怖くって、不自然なんです。で、そうするとですね、あの、カラコンって怖いなっていうのは、その、見た目的にすごい怖いんですよ。 で私も、そういう方を見てからですよ。そういう方を見てから、えっと、いろんな私、コンタクトを試してるんですね。で、カラコンって言いましても、私、度数の入ったものなんですね。これは、えっと、イルミネート。フレッシュルック、デイリーズイルミネートっていうものなんですけど、それの、えっと、この、なんていうんですか。エスプレッソゴールドっていう色のものを使ってるんですけど、こちらはですね、結構サークルが大きいんです。 で前使用していました同じ種類のそのイルミネートのリッチブラウンというものを使っていたんですけど、そのリッチブラウンの時はまあちょうどいいかなっていう風な感じの、この三白眼にもならないし、 あの、ちょうどいいかなっていうぐらいの、そういうサークルの大きさだったんですけど、これはちょっとサークルが大きいかなっていう、黒目がちに見えてしまうんですね。で、これの状態でこう、鏡を見たときに、やっぱり怖いんですよね。なんかこう、違和感があると言いますか、あの、人間の顔っぽくないなっていう風な、そういう感じがありまして。で、なので皆さんにもお勧めしたいのが、サークカラコンを選ぶときには、サークルの大きすぎないもの まあ小さいと意味ないわと思われる方がいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、その黒目よりもほ本当になんて言うんです、ね、1ミリとか2ミリぐらいその直径が大きいだけでも全然違うと思うんです。なのでそういったものを選ばれたらいいんじゃないかなと思いまして、直径がこんな3センチぐらいあるようなこういう、この <laughs>、 コンタクトレンズをされている方も中にはいらっしゃるんですけど、どうやって外すのそれみたいな。そういうコンタクトされてしまうとちょっと怖いですので、それを皆さんにお伝えできたらなと思います。なので、コンタクトを選ばれる際はお気をつけてください。ご視聴ありがとうございます。